下月騒動とは、鎌倉時代後期の公安8年11月17日に、鎌倉で起こった鎌倉幕府の政変。八大執権法上自衆の死後、九大執権、法上貞時の時代に、有力御家人、足達安盛と、内官僚平頼綱の対立が激化し、頼綱方の先制攻撃を受けた安盛とその一族、与党が滅ぼされた事件である。 公安合戦、足達安森の乱、秋田城之助の乱とも言う。源の頼朝没後に繰り返された北条氏と有力御家人との間の最後の抗争であり、この騒動の結果、幕府創設以来の有力御家人の政治勢力は壊滅し、平頼綱率いる特捜家悲観勢力の派遣が確立した。足達安森は、 幕府創設以来の有力御家人足立氏の一族で、北条氏特宗家の外籍として、執権北条自衆を支え、エッソ頭人、御恩奉行などの住職を歴任した幕政の中心人物であった。平頼綱は、自衆の着子、貞時の乳父で、北条氏特宗家の出自内官僚であり、特宗権力を具現する立場にあった。 幕府では戸様御家人を支持勢力とする安森と、寄綱を筆頭とする特捜批判勢力がきっ抗していた。公安7年に、両者の調停役となっていた、執権自習が死去し、14歳の貞時が旧大執権となると、猛虎襲来以来、内外に諸問題が紛失する中で、幕政運営をめぐって、両者の対立は激化する。 貞時の外祖父として、幕政を主導する立場となった安森は、公安特性と呼ばれる、幕政改革に着手し、新たな法令である、新御式目を発布した。将軍をいただく、御家人制度の立て直しを図る安森の改革は、御家人層を拡大し、将軍権威を発揚して、特層権力と、おうち人の幕政への介入を抑制するもので、 特捜機関であるヨリツらに利害が及ぶものであった。公安8年11月4日と14日に、ヨリツは、日光山、別ッドを元へに依頼し、安森討伐の祈祷を行った。合戦の状況を語る、唯一の一時資料である下月、総動核危機書きによると、11月17日の午前中、松谷の別荘にいた安森は、周囲が騒がしくなったことに気づき、 昼の十二時頃等の辻にある出資用の館に出かけ、貞と時定に出資したところを、おうち人の手勢に阻まれ、死者三十名、負傷者十名に及んだ。これをきっかけに、大きな衝突が起こり、将軍ごっしょが炎症、午後四時頃に合戦は、足立方の敗北となり、安森、着死、胸影、弟長影以下一族は自害、うち死にして果てた。足立ち時計は、 相模国いい山に逃亡したが殺害された。足達一族500名余りが自害し、騒動は全国に波及して、各地で安森派が追撃を受け、自害に及んだ。足達市の基盤である、上野国、武蔵国のご家人の被害は多く、武蔵市では武藤商協を左衛門の、東東海国では、足達総研日立国では、足達重慶、信濃国では、 友の彦次郎政治らが自害した。九州では安森の小和立清衆が岩門合戦で敗死した。これだけの人数が一気に打ち死にに自害に追い込まれたのは容易周到な計画の下で時間を定めて一斉に襲撃したためとみられる。安森与党として理解したのは安森一族のほか、足利氏、小笠原氏、伊藤氏、武藤氏、その他は 藤原宗藩、平良光、る上田又太郎、小早川三郎左衛門、西名九段天野影村、伊賀慶也、二階堂後継、三作三郎左衛門、砂島次郎入道、池上東内左衛門の城、行方正次郎、南部孫次郎、有坂三郎、鎌田渡藤二左衛門の城、秋山人々など、幕府創設以来の有力御家人層の多くが見られる。 一方、頼綱方の売ってとして、特捜悲観化した、御家人の佐々木氏、今川氏、千葉氏なども加わっており、同族内でも頼綱方と安森方に分かれるなど、幕府を大きく二分した騒乱であった。安森と、遠赤関係のあった、金沢剣土器は、下宇佐国に、湿居の身となり、宇都宮影綱、長井宗秀らは失脚した。実権を握った、平寄綱は、 安森の公安改革を否定し、幕府の人事は特捜を頂点に、大仏流、名古屋流を中心に、北条一族の支配となり、足利氏ら旧来の御家人の姿はなかった。京都では安森と協調して公安特政を行っていたとみられる亀山上皇の陰性停止が行われた。県政を誇った、頼綱も8年後の平前門の乱で滅亡することになるが、 安森の弟の子孫を呼び、頼綱の弟の子孫は、再び取り立てられて、両家間で、婚姻関係を結ぶまでになり、北条特捜家が滅亡した、東照寺合戦において、両家とも特捜家と運命を共にすることになった。堀れ関記によると、頼綱は、安森の子胸影が、源の頼朝の楽院であると称して、現氏に改正し、 無本を起こして将軍になろうとしている、と定時に残言したという。安森は、現氏将軍に伝えられる、髭切れ立ちを、京都のある、霊社から探し出して、北家堂の御寿司に収めていた。髭切りの立ちは下月騒動で、行方不明になった後、12月5日に探し出され、定時によって、赤字の金帯に包まれて、再び北家堂に奉納された。 本来将軍と御家人の主従関係で成り立っていた幕府内部において総領制が行き詰まる中で霊彩化した御家人が特捜機関のおうち人として取り込まれ特捜とおうち人の主従関係を築くようになっていた安森の改革で救済対象であった霊彩御家人はおうち人として特捜法の打ってに回ったのである一方 幕府創設以来の御家人たちにとって、一段が身分が低く、あくまでも、北条家の家臣に過ぎないうち官僚、おうち人が県政を振るうことへの反発は強く、それら戸様御家人層の多くが、安森方に加わっていた。将軍問題は特捜が、幕府の頂点にありながらも、その出自の低さゆえに自ら将軍になることのできない、北条氏が、 最後まで乗り越えることのできない壁となっていた。ありがとうございます。